YouTube をご覧の皆様、こんにちは。コンシェルジュのまどかです。今回は大人気アイテムのファン投票結果発表ということで、コスメデコルテの中でも大人気のアイグロウジェム人気ナンバーワンカラーを発表いたします。事前にインスタグラムのストーリーでアイグロウジェムについて、どのカラーが一番好きですかというアンケートを取らせていただきました。また今回は2022年最新トレンドメイク紹介ということで、コスメデコルテのブランド専属メイクアップアーティスト美穂谷さんより最新のトレンドメイクを紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コスメデコルテ専属メイクアップアーティストの美穂谷です。よろしくお願いいたします。これを見ればアイテムからメイク方法までトータルでトレンドを把握できます。どうぞ最後までごゆっくりご覧くださいませ。では早速人気色トップ10を発表いたします。10位から4位まではこのような結果となりました。私はこの中では PK883 番がお気に入りです。カシスのような甘酸っぱさと大人の色っぽさを掛け合わせたような絶妙なピンクです。あとは BR381 番もお気に入りで、ブラウンなんですけれども赤みのあるテラコッタカラーで目元が華やかになります。ちなみに美穂谷さんはランキング外でお気に入りのカラーってありますか？そうですね、私はスチーミーマットの質感の PU100 番が特にお気に入りで、絶妙な藤色で一塗りするだけで一気にこう透明感が出るので特にお気に入りです。ではトップ3の発表です。第3位に輝いたのは PK880 ローズモーブです。発色がいいしピンクブラウンっぽくってブルベの人に使いやすいからです。パッと目元が明るくなるので気に入ってますなどの声をいただきました。こちらが第3位のモーブピンクです。赤みがそこまでないので大人でも使いやすいピンクですよね。そうですね、重ねるとグラデーションもすごく作りやすいですよね。そうですよね、うん、続いて第2位に輝いたのは BR300 ラスティックブラウンです。ブラウンなのにオレンジっぽくってめっちゃ使いやすい、普段つけない感じが好き、他のブランドのアイシャドウとも相性がいいなどの声をいただきました。こちらが第2位の BR300 ラスティックブラウンですね。こちら唯一のマットカラーですね。そうですね、マットなのでこう一塗りするだけで一気に深みも出ますし、こう一気におしゃれ顔にもなれるので万能なカラーですよね。おしゃれ顔いいですね。そして栄えある第1位に輝いたのは BE387 アプリコットティーです。どんなパーソナルカラーでも使えそうです。ベースで使ってもよし、単色でグラデーションにしてもよし、汎用性の高いアイテムです。ダントツ BE387 です。普段でも遊びでも使える、これだけでメイクしてる感が出るので毎日使ってますなどの声をいただきました。こちらが BE387 アプリコットティー一番人気のカラーで、こちら店頭でもダントツ人気ですね。やっぱりそうなんですね。です一番こう簡単に綺麗に仕上がるカラーなので、うん、もう迷ったらこれにしておけば間違いないっていうカラーですよね。本当にそれです。私たちスタッフの間でもやっぱり人気ですね。ですよね。ではここからは美穂谷さんよりアイクロージェムの人気ナンバーワンカラー BE387 を使用した最新のトレンドメイクを紹介していただきます。よろしくお願いします。ポイントは BE387 を眉下まで広く乗せることで目元に自然な影を作り、ベーシックなのに印象的な目元に仕上がります。 BR300 も際だけではなくいつもよりもちょっと広めに入れることで最近のトレンド感のある抜け感も演出できます。 BE387 は単独でも使用しやすいですし、ベースカラーとしてもおすすめです。目元が完成したら先にリップを塗っていただき、全体のバランスを見ながらチークをのせると失敗しにくいです。お客様自身に387をご自身で試していただく際に、多分最初どうしたらいいか分からず結構控えめにつける方が、はい、多いんですけれども、このくらい思いっきりアイホール全体に広くのせる方が陰影が出てトレンド感がすごく出るなって思いました。そうですね、アイグロジムすごく馴染みがいいので怒らずに広くのせる方が仕上がりも自然で綺麗になるので、このテクニックはおすすめです。合わせて今回は最近店頭やオンラインでも注文の多い
クリームブラッシュ一番人気のカラー PU150 を使用した最新トレンドメイクもご紹介していきます。クリームブラッシュはスフレのようにふわっと柔らかい質感で、肌の内側からじわっと血色を帯びたようなナチュラルな仕上がりが人気ですよね。そうですね。お客様からもクリームチークなのにズルズルしなくて使いやすいとの声をたくさんいただいてるんです。今回おすすめするメイクはアイブロウジェム PK880 を組み合わせた晴れやかなナチュラルメイクです。クリームブラッシュ PU150 はイエベブルベに関係なく皆さん使いやすい万能なカラーです。イエベの方が使えば透明感を引き立たせますし、ブルベの方が使えば肌色にジャストマッチして肌を滑らかに見せてくれます。全体的に調和の取れたメイクをするときは眉やマスカラ、リップラインなどの細かい部分を整えることできちんと感が表現できます。イエベブルベを気にされる方は店頭でもやっぱりすごく多いので。そうなんですよ。特にその黄みを気にされてる方とか、全体的にちょっとこう赤くくすみやすいっていう方は広めに塗布していただくと一気に透明感が出てくれるので、ぜひ使ってほしいです。そんな多くのファンを持つアイグロウジェムですが、今回限定色が登場いたしました。 OR281 ポピーはエネルギッシュなピュアオレンジです。レッドやオレンジのパールが入っていて鮮やかな発色なのですが、肌にスッと馴染むのでつけているだけで気分も明るくなります。特にイエローベースの方におすすめしたいカラーです。こちらが OR281 のポピーですね。鮮やかな発色が素敵ですよね。可愛いですよね。春夏のお洋服もパステルカラーのお洋服がたくさん出てきそうなので、すごくこれは合わせやすいと思います。そうですよね。 BE399 シェリートパーズは落ち着きを感じるウォームベージュです。万能なベージュカラーにレッドやゴールドのパールが入っていて、ナチュラルなのに印象的な目元になります。こちらが BE399 シェリートパーズです。すごく肌にスッと馴染むカラーですよね。使いやすいですよね。特にあのラメ感が綺麗なので、涙袋にたっぷりつけてもらうと目元がうるうるするのでおすすめです。絶対可愛いですね。また同日発売で極上のツヤ肌質感を叶えるクリームチーク、クリームブラッシュの新色も登場いたします。001番はマルチな使い方ができる淡いピンクカラーです。淡いベージュピンクのベールをかけたようなほんのりとした発色で、チークとしてご使用いただくと優しく透明感のある印象になります。ハイライトやチークの下地としてもご使用いただけます。こちらが新色のクリームブラッシュ001番です。かなり馴染みますが、みほとにさん普段どうやって使いますか？そうですね、私はパウダーのチークのベースとして使うことが多くて、こちらをつけると表面がすごく滑らかになってくれるので、パウダーのチーク重ねた後もこの光の反射がすごく綺麗になるのでおすすめです。251番はイエローベースの方に特におすすめのアプリコットオレンジです。レッドとゴールドのパールが入っていて、ナチュラルで健康的な血色感を出してくれます。こちらが、クリームブラッシュ新色251番ですね。こちらも馴染みがよくてオレンジのカラーが綺麗なんですけど。そうですね、特におすすめなのはもともと頬に赤みがある方が使っていただくと、もともと持っている自分の血色と混ざり合って自然なチークに見えてくれるのでおすすめです。855番はブルーベースの方に特におすすめのフルールピンクです。柔らかな印象を与えるローズピンクで、上品さの中にも抜け感が出ます。こちらがクリームブラシ855番ですね。3色の中では結構しっかりと発色する方かなと思うんですけれども、三穂谷さんいかがですか？そうですね、どちらかというと青みのピンクなんですけども、イエローベースの方にも全然喧嘩しないピンクなので、ちょっとこうブルベ風のメイクしたいっていう時はトライしやすいカラーだと思います。肌色問わず使えるっていうのは嬉しいですね。ではここからは三穂谷さんより限定色、新色を使用した最新のトレンドメイクを紹介していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエローベースさんはフレッシュでみずみずしいメイクがとても似合うので、限定の OR281 がおすすめです。目尻側だけに RD400 を乗せると、
血色感と立体感が出せます。新色のクリームブラッシュ251との相性もバッチリです。唇にはティントリップグロス12をたっぷり重ねるとピュアな印象が増します。アイシャドウとチークの組み合わせを店頭でも聞かれることが多いんですけれども、この限定色とチークだけで一気に春メイク感が出ますね。そうですね、迷った方はアイシャドウとチークは同系色でまとめてもらうと簡単だと思います。ぜひ真似してやってみます。ブルーベースさんは青み系の透明感のある大人っぽいメイクがとても似合うので、限定の BE399 とルージュデコルテ51の組み合わせがおすすめです。クリームブラッシュ001が肌をきれいに見せてくれる自然なカラーなので、リップが際立ちセクシーな印象になります。リップは輪郭をぼかしてグラデーションにすることでセンシュアルな印象にもなります。この色すごく存在感があって結構私すごく好きなんですけれども、結構普段使いするのは難しいかなって思ったんですが、なんか意外といけちゃうかなって思ったんですけど。そうですね、見た目はかなり派手な色ですし発色も強いのでハードルが高いって思われるかもしれないんですけども、アイブロウジェムがすごく今自然でツヤが出るようなものなので、ここの引き算、目元は引いて口元にインパクトを出すっていう風にするとバランスはとても取れますし、春の新色ではあるんですけども、まだ寒いうちってコートを着たりとか肌が隠れてますよね。その時にこういう強めのリップを持ってきてもらうとすごくバランスがいいんですよ。夏になるとどうしても腕が出たりだとか、こう素肌が見えてしまうとリップが強いだけでちょっとこう化粧が強いなって印象になるかもしれないんですけども、今のうちでしたらすごくチャレンジしやすいカラーだと思います。まだ肌寒い今の時期にぜひ使いたいですね。今回は4パターンのメイクをご紹介いたしました。2022年、新たな年を新たなメイクで飾ってみるのはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。